MCC をドットネットに移植する、第52回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は、あとコンマオペレーターですね。ちょっとコメントが書いてありますけど、Dispatch allows writing a コンマエクスプレッション on the left hand side.オブアンアサインメントエクスプレッション。This is called the generalized L value, which is a deprecated GCC language extension. I'm implementing it anyway because it's useful to implement other features. そうなんだって感じなんですけど、これ普通に C 言語で使えると思ったんですけど、なんか GCC の拡張そうだったんですかね。まあ、こういうふうに、カッコでカンマ区切りで、なんか、まあ、カッコは直接関係ないですね。まあ、カンマ区切りでこういうふうに書くと、ステートメントエクスプレッションと同じような感じで、この式とこの式とこの式を実行して、最後の式の実行結果が返されるみたいな、そういう話ですね。そうなんだって感じで、こっちはかなりちょっと言い組んでますけど、i に j3 が入っている状態で、i に5を入れて、そして、j が、お、こんな書き方できるの？ああ、これ、ああ、L バリューだからってことか。ああ、L バリューと見なすと、このなんか、これは、あれですね。J イコール6が実行されるのと同じことになるってことか。それで、I を参照すると、最後5だから5になる。でも、下の場合は、最後 J を参照すると、この J イコール6が実行されて、まあ、結果6になるっていう感じですね。いやー、なんか知らなかったって感じです。これは知ってたんですけど、ああ、これ、そうなんだ。ああ、知ってたのはあれですね。その、普通に、ああ、でも違うかな。なんでこれ、なんかカンマできるって思ってたんだろう。ちょっとわかんないです。記憶があやふやなので、ここで考えるのはやめておきます。まあ、こういうふうに書けるようにするってことですね。はい。じゃあ、まずテストコードを例によって、でコピーしましょう。これはコントロール C ですね。コントロール C の一番下に追加する感じですね。はい、これでいいですね。で、じゃあ順番にまあ見ていくと、まずヘッダーファイルかな。ノードの種類と、して ND コンバというのが増えてますね。それだけですね。まあ、これを、じゃ追加します。ND コンバは、アサインの次ぐらいですね。ここに入れます。はい、次は、まあ、タイプ C かな。タイプ C で、これは、アッドタイプですね。アッドタイプの実装で、ND コンマの場合に、その探索は、ノードの RHS の体を見る。そうなんだそうなんだって感じなんですけど。再起探索した場合と。つまり、テストコードで、これで言うところの、こうやって1カマ2カマ3ってやった場合は、リンクリストでつながってるわけではなくて、っていうのは言い換えると、こっちのステートメントエクスプレッションは、各ステートメントがリンクリストでつながってるんですよね。例えば、これと、これと、これみたいな感じで、3つのそのエクスプレッションがリンクリストで結合してるみたいな、3つのノードですね。ノードが、リンクリストでつながっているんですけど、これの場合そうではない。そうではなくて、どうも LHS と RHS があって、多分これ2つが、1つのノードに、ND コンマに統合されて、それからこれ、この2つ
と、あ、2つを表すノードとこれですね、これが LHS と RHS に割り振られるという、その要するにこうなんかネストしたあのノード、 LHS と RHS によるネストしたノードの組みとして表現されてるってことですかね。んー、いや、なんかちょっとこれ気になるんだけど、なんだ、エクスプレッション must be a modifiable value。 あー、これがあれかな、 GCC の拡張ってことかな。なんかこの辺でエラー出てそうですね、なんとなくですけど。あー、まあでもこれはあの、この VS コードのあのこの C の拡張、あの C 言語のこのなんかハイライトとかの拡張はあのバックエンドがビジュアル C なのでなので、まあなんかまああの多少なんかこういうちょっと変な感じになってもまあ捨ておけという感じですね。で、じゃあちょっと話を戻すとですね、タイプ C で、ND コンマは、結局右辺ですね、その A カンマ B って書いた場合の B の方の型を、そのノードの型とするという感じですね。これはあの最後にあのカンマで羅列した時の最後のこれですね、この今3つのそのエクスプレッションで言うならば最後のエクスプレッションがそのこの式の評価結果となるので、なのでその右がつまり RHS を参照するっていう感じになってますね。はい、じゃあこれでタイプ C、タイプ C どこだったっけ、 ND1 をしたあたりですね。ND バーの下、ここですね。はい、これでいいと。で、次は、パース C ですね。パース C は、ルールが増えてますね。元は、エクスプレッションは、まあ、イコールアサインだったのが、エクスプレッションイコールアサイン、カンマエクスプレッションっていう感じで続けることができるという感じですね。はあはあはあ、あーなるほど、これ0または1個ですけど、アスタじゃなくていいのはまあエクスプレッションを再帰的にマッチさせてるから、まあこの後 N 回続けられるよってことで、0または1回ってことになってますね。まああのこれはあのルールの話なんで、実装とは関係ないですけど、まあ要するにそういうことで、いくらでも続けられるということですね。それで、実装の方が、これ元々のエクスプレッションは、アサインをそのまま呼び出しているだけだったですね。で、そいつを、一旦トックを、アサインでトックを進める。それから、そのトックがカンマだったら、あ、なるほど。ここでバイナリーオペレーターにしてるんですね。ND コンマで。ND コンマのノードを生成しているということですね。中身は、今生成したノードと、それから、エクスプレッションの、レスト、トークンネクスト。ああ、ここで再帰的に処理をさせている。これは自分自身の呼び出しですね。再帰的に処理をして、その結果と、この、今のトークンですね、おそらく LHS を指してるんですけど、そいつを、ND コンマで接続すると、接続したノードを作るということですね。まあまあ、あの別に特に問題はない感じがします。エクスプレッション。パースのエクスプレッション。あ、じゃあ行こうか。エクスプレッションいっぱいあった説、これか、これですね。まあ上からコメントの部分全部を置き換えるということで、ドットネットにはあんまり直接は関係なさそうですね。で、最後にコードジェンの方行きます。コードジェンは2箇所ですね。まずはジェンアダーで ND コンマの場合、LHS と RHS を評価します。いや、
LHS を普通に Gen エクスプレッションで評価して、それから RHS の Gen アダーする。ああ、難しいな。ああ、そうか。LHS、つまりですね、テストどこ行った?テスト、これか。LHS がこれ、RHS がこれとして、LHS をまず式として普通に評価しますと。この場合1なの、直置で1なので、ND ナムかなんかになっていて、そいつは、評価策にプッシュされてるはず。そして、2の方は、再帰的に探索するわけですよね。ジェンアダーで、これか。ここがジェンアダーなので、RHS については、再帰的にもう一度、処理をします。その濃度基準で。で、そうすると、そこはまた ND コンマが、再び現れるはず。こういうふうに1カマ2カマ3って書くと、そう、再び現れるはずで、それは2カマ3みたいなペアになっていて、で、そいつが、これだ、これだ、わからなくなってくる。そいつが、ここに入ってきて、また ND コンマに来て、現在のノードの LHS、つまり2ですね。直置2が評価される。それがスタックにプッシュされている。で、次にもう一度 RHS を Gen アダーで、取りに来ると、そうするとどうなるんだこれは。Gen アダーだよな。あれ?じゃあ違うのかな?今のこの例で、この例ではここに来ないような気がしますね、なんとなく。本当かな?下にもう一個あるから、これか。あ、そうか、そうか。Gen エクスプレッションで最初にやってきたときに、ここの ND コーマに入って、で、LHS と RHS それぞれ Gen エクスプレッションしますと。で、LHS は、ここで言うとこの1。ちょっと見にくいので、こんな感じにしますか。これですね。この1。これですね。これが今 LHS に ND ナムで入っているので、そいつが評価されて、スタックにプッシュされる。そして次、RHS も同じように評価するんだけど、RHS はまた、ここに ND コーマで、2と3のペアで入っているので、再帰処理されて、で、それぞれの LHS と RHS が、両方とも ND ナムで2と3になっている。ので、それぞれ、スタックに、プッシュされるという感じになるわけですね。そして、これは問題がありますね。CIL の場合は、ここで言うこの1と2というのは、その評価スタックにこの値がプッシュされたとしても捨てなきゃいけないですね。で、最終的なこの3だけが使用されなければならない。ので、それは、ステートメントエクスプレッションでやってたのと同じような感じにしなきゃいけないってことかな。一番右側に存在するものだけが、結果として返されればいいとか、そういうことかな。例えば、ステートメントエクスプレッションではどうしてたかというと、これはまあリンクリストで接続していたので、N の NEXT で接続してたので、これが最後なのかどうか、このステートメントが最後なのかどうかに応じて、Gen ステートメントを呼ぶか、Gen エクスプレッションを呼ぶかみたいに呼び分けをしてたんですね。うん。最後の値を、最後の値はその式の評価結果を返さなければいけないので Gen エクスプレッション、それ以外のものはステートメントとして評価して結果を捨てるみたいな感じになっていると。これと同じようにすればいいのかな。 Gen ステートメントエクスプレッション、ステートメントエクスプレッションと違うのはリンクリストではなくってノードの構造で表現されているということですね。でも、結局最後に必要なのは RHS なんですよね。再帰したとしても。
ということはどうすればいい？いやでもそれはおかしいですね。これをやると確かに、一番左の RHS の値以外はステートメントとして評価することになるから評価スタックには積まれなくなるけど、でもそれだとここにステートメントが書けるってことになるんですよね、この1番と2番のところに。でもこれ多分そうじゃない、ここにはステートメント書けないはずなので、やっぱり式として評価可能なものでないといけないから、だからここはそれではまずいはずで、単純に読み捨てればいいってことかな。つまりこうですかね。あとダップじゃないけど、これホップ、こうすると LHS の評価はするけどその値はポップで捨てますみたいな感じのことが繰り返され、最後のその RHS の値だけが採用されるようになるはず。いいような気がしますね。今ちょっと頭の中で再起した場合はとかちょっと考えたんですけど、いいような気がします。こういうことのような気がします。それで、じゃあこっち側をいいとして、こっちですね。ジェーンアダーで、ここに ND コンマがある意味っていうのがなんかちょっとさっき見た時にはピンとこなかったんですけど、なんか何かしなきゃいけないような気はするんだけど、ジェンアダーで ND デレフの下ですね、ジェンアダーの ND デレフの下に新たにこれが追加されますと。ジェンアダーというのはアドレスを取得したいんですよね、その対象の。このモードのアドレスを取得したい、あ、もしかしてテストにそういうのがあるか。なるほど、これが L バリューとして機能するからってことかな、なんとなく。直感で、ですけど、間違ってるかもしれないけど、L バリューとして振る舞うっていうことは、こういうような代入を許すってことですね。つまり、これなんか一見して何する構造なのかよくわからん感じなんですけど、でも、カンマで区切られた場合、その一番右端のエクスプレッションが L バリューとして働くっていうことみたいなので、L バリュー、つまり左辺値ですね、左辺値だから、J イコール6って書いたのと一緒の状態になるとということを表現しようと思うと、CIL で表現しようと思うと、これへのこの J という変数のアドレスが必要なんですよね。そいつに対して ND アサインで、代入するコードが生成される。だから、Gen アダーの中にそれがその判定が必要。ND コンマが来た場合に、LHS の内容は Gen エクスプレッションで評価するけども、RHS は左辺値として評価しなければいけない。から Gen アダーになっているってことかな。本当かな。なんか、コーナーケースが、本当にそう、それでいいんだろうかっていうのがちょっと微妙には思うけど。何かっていうと、なんか、ジェンアダーして、ここで、なんか、ノードを再起探索するときに、RHS はいつもジェンアダーを想定してていいのかなっていう、なんか、J エクスプレッションは必要じゃないのか？要するに、この RHS が、なんか、いつも、式じゃないと、なんか頭の中で考えてることがね、こうなんか自動的に YouTube で再現してほしいっていうちょっと思っちゃったんですけど、つまりですね、こういうことかな。これ ND アサインが来るから、つまりイコールですね、イコールでの代入 ND アサインっていうノードが来るので、なので左辺値をジェンアダーするはずなんですよ。
だからジェーンアダーされたから、だから、こっちの評価はするし、普通にジェーンエクスプレッションを再起呼び出しして評価するし、こっち側はアドレスを取得するってことになる。うん、大丈夫ですね。つまり何を言ってるかというと、例えばこういうのは許されないってことですよ。こういうのは。これ何かというと、4っていう直地に6っていうのを代入しようとするわけなんだけど、もちろんこれC 言語的にもこれあかんやろみたいな話になるんだけど、実際のところ何をもってあかんって話にするかというと、この直地の 4NDNUM に対するアドレスの取得ってできないんですよ。なので、あそこでは常にその JEN エクスプレッションが成功すると見込んで呼び出して構わないということですね。もしそういうことが起きると、多分ここで JEN アダーを呼び出します。最後のあそこに直地が書かれていると、ここのノードカインドで NDNUM が来るはずで、それ NDNUM はここにないんですよね。ND デリフと ND コマだけなので、そうすると一番下に来て not unl value が出る。ああ素晴らしい、確かにその通りになりますね。なるほど、おお、はい。でちょっと待ってよ、それで動きはいいとして、ドットネット的にはなんかスタック大丈夫かって感じはしますけど、やっぱりここ JEN エクスプレッションを呼び出すと、その後、その評価スタックに積まれた値ってもう不要なんですよね。それはさっきのここと同じで不要になるから捨てればいいかな。つまり、ここにはこうなる。そして RHS を JEN アダーで、要するに再起処理させる。そうするとなんか変数 J が書かれていると、その J に対して ND バーなので、まあ、ここでなんか LD ロックとかロック A とか、まあこういうのが出力されるようになる。そいつは要するにこれで評価スタックに何らかの値を積むことになるから、その積まれた値はそのまま持ってリターンされていれば OK ですね。捨てる必要はない。ああ、これでいいような気がしますね。はい。じゃあ動かしてみますか。ああ素晴らしい。なんかテストが一瞬で終わっちゃうんで、なんか今前のスクリプト時代のテストのことを考えて、なんか適当に喋ろうかなとか言って思ってたんですけど、喋る間はありませんでした。はい。ということで、ちゃんと動きましたね。いい、本当にいいよね。ストリング、ポインタファンクション、コントロールだったな。これで1カマ2カマ3の評価結果3で、i に5を入れて j を参照して、そいつに6を代入したものの i の参照なので、ここで5を代入してるから5で、ここで j6 入れた後 j を参照するとちゃんと j に6が代入されて6。あ、いいですね、ちゃんと動いてますね。お、素晴らしい、なるほどって感じですね。はい、じゃあ、今回これで OK ですね。ちょっと、これまたコメントが多いので、あと、コンマオペレーターですね。ドットネット、あと、コンマオペレーターでコメントそのまま入れる。はい、これで今回の分 OK ですね。じゃあ次回、さあついに来ましたよ。ついに来ましたってステージ2の話じゃないです、そこまで早くはないが、ついに。でもなんか足りない大きな機能が来ましたよ。アットストラクトです。次はいよいよ構造体の実現ですね。でテストコードだけ見ましょう。新たに、なんか、テストの下に、ストラクト C というファイルを追加してます。で、中身はこんな感じですね。まあ、ストラクト、構造体を宣言して、で、それの、変数を用意して、そいつの、
なんか各メンバーに値を代入してそれぞれの値が取れるかみたいな、そういうテストですね。まあ、 構造体のテストとしてはまあ極めてベーシックな内容かなっていうふうに思います。そういうのを応用としてなんか配列化しても大丈夫かとかやってるようですね。なんかこの辺なんかポインターとか見るとね、またなんか変なことやってないかって気になるんですけど、まあまあまあいい感じかな。あとサイズオブでサイズが取得できること、まあこれ今回その初めてそのストラクトを実現するからだと思うんですけど、まあ多分その C でコード書いてる方ならこう経験あるかもしれないですけど、このなんかサイズとかそれからその構造体のレイアウトですねっていうのはなんか割と重要なテーマなのですが、ここでは多分そういうとこまで踏み込んでないのかな。でぜそのストラクト全体のサイズがこのサイズオーブによってちゃんと取れてるかみたいなことを確認するっていう、そういう感じかな。ここもあれですね、これストラクトでイント A1 個しかないやつのサイズを求めてるので、これは8じゃなくて4になるかな、 CIL に移植すると4になるので、このあたりはちょっとテストを修正する必要があるかもしれないですね。はい、ということでこのストラクトが実現すると本当になんかすごい大きなその C 言語のそのコンパイラーとしての機能はなんかこう大枠としてはまだいろいろ足りないですけど、大枠としてはなんか揃ってきたって感じがしますよね。まあなんか型としてなんかイントとキャラしかないので他の型もサポートしたりとか、なんかあとはまあやっぱりステージ2が実現できるようにするとか、 あとユニオンも足りないですね。ユニオンとタイプデフが足りかな。まあでもなんか大御所は大体揃ったような感じがしますよね。なんで、このストラクトをどう実現するかですね。で、これは、さらにですけど、チビ CC 自体の移植としては多分、チャチャッとの分量かどうかわかんないですけど、見てないんで。やれば実現できるとは思うんですけど、ちょっとCIL 特有というか、ドットネット特有の課題がここにはあります。それをどうするか、無視することもできるんですけど、どう扱うかっていうのが、ちょっと、面白いポイントになるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、そういうところも含めてまた、次回、やりたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、今回は終わります。また次回よろしくお願いします。